はい、どうも、くらちゃんです。じゃあ本日は、なんかこの前、ヨモゲームが、メタキンソロ集会、天才の発想みたいな、まあ、ちょっと今、サムネで出ていると思うんですけども、まあ、こちらの動画を出したんですね。見てみるとですね、まあ一人で、なんかメタキンで玉級、なんか、700、800万ぐらいかな？確か、それぐらい出してたと思うんですけども、まあ通常メタキンやるとですね、持ち寄ると、普通にやれば玉級360万ぐらいなんですね。まあところが、まあ一人でやればそんだけ出せるということで、裏技をやってっていました。まあ、ただ内容を見てみるとね、正直実用的かと言われればそうでもないと。まあ、簡単にどういうやり方をしていたかっていうと、メタキンコインを一人でまず入れます。3枚入れて、で何でもいいからボスカード入れて迷宮行きます。でメタキン倒します。メタキンを倒し終わった時点で魔法の鍵を使って外に出るっていうやり方をするとですね、ボスコインカードは戻ってくるんですね。でメタキンは倒して経験値はゲット。まあ当然ながらメタキンのコインも減ります。ただそれをすることによって何が起きるかというと、ボスを倒す時間をカットできるということ。で、あとはボスの部屋に行くまでの時間も全部カットできるんで、結果的になんかすごい時間で効率よくメタキンまで行くことができるらしいんですね。まあというわけで、まあそれなんですが、まあ問題点といえば、まずメタキンコインがとんでもない数必要ということ。一人でやるんで、通常の、まあたくさん回るわけなんで、何枚必要なの？ 3、40、60枚くらいかな？多分それぐらい必要だと思うんですよ。まあ単純に、まあ欠点といえばそこかなとは思うんですけども、じゃあ今回はですね、ちょっとそれを実用的にしたろうということで、今回はこちらのはぐれメタルのコインでやっていきたいと思います。これであればね、メタキンほど価値はないので、価値はないというかお手軽に手に入るものなんで、コスト的にもいいとは思いますし、だったら経験値的にもね、まあ、結構いいものなんで、まあ、割とありなんじゃないかなということで、ちょっと今回こちらやっていきたいと思いますわ。というわけで早速やっていきましょう。で、やり方なんですけども、ヨモギ曰く、舞踏家3人雇えばいいらしい。まあ、そういうわけで見ていくんですけども、なんかその辺ちょっといまいち見てないんで、まあ、とりあえず多分舞踏家3人雇えばいいんだろう、これ。スピード命なんでね。まあ、正直スパスタ入れたい気持ちもあるんだけど、はぐれメタルに関しては、たくさん数が出てくるんで、多分そんなに意味はない。まあ、なのでそこはね、もう舞踏家3人雇っていこう。もしくは、ペチパンでもいいですね。まあ、こちらのキラーパンサーを雇っていただいてですね。で、こんな感じに、まあ、ペチペチするようにしといて、まあ、これバトルロードのそのまま流用したものなんですけども、まあ、それで使用特技の方を全部カットしていただいて、そうすれば A ペチしかしなくなるんで、で、装備に関しても、まあ、たくさんあります。まあ、いろいろ会心率とか頑張って伸ばしていただいてですね。で、あとは、はぐれメタル。まあ、そのコインをね、めちゃめちゃ買っていきたいと思います。何枚使うか正直わかんないんで、もう99枚買っておくか。まあ、それでも99枚でもね、50万ゴールドですから。まあ、そう考えると、なんか、思いのほか、そんな高くないですよね。あとは、ボスコインなんですけども、これに関しては別に減らないので、何でもいいです。まあ、1枚持っておけばいいんですけども、まあ、その辺に関しては練習札でも何でもいいので、まあ、その辺買っていきましょうか。で、そしたら、モコモコハウスに飛んでもろて、で、こっちのコイン屋で、さっきの、まあ、練習札ですね。まあ、これをボスコインカードとして使うんで、まあ、適当に、まあ、そうですね。ドラゴン練習札でも買っておきましょうか。で、あとは、やっておいた方がいいことなんですけども、これよく使うセリフの、その編集で、これタイプもそれをね、大事なものにしてもらって、で、これで魔法の鍵、これをセットしておきます。まあ、そうすることで、最速で戻れるんで、まあ、そういうね、ちょっと、こういう準備もしておいてですね。で、元気玉とか料理とか、たくさん持ったので、まあ、行きましょうか。はい、そういうわけでね、早速やっていきましょう。まず、コインを入れます。まあ、この時にドラゴンコインまず入れまして、で、そしたら、はぐめたコインをたくさん入れます。まあ、この時にね、左十字キーをずっと左に押しておくことで、もう最速で入れることができるんで、で、あとは、ま、このまま、まあ、最初の一周目なんてまだ元気玉使ってないんで、気楽に行きたいと思うんですけども、よし。これワンチャンね、玉級だって600万とか出たらさ、いや、これハグメタでよくねってなるから、いや、これワンチャン革命を切るぜ、マジで。はい、そういうわけでやってまいりました。そしたら、まあ、アクロバーガーでも適当に食べといて、よし。で、作戦に関しては、まあ、ガンガンにしてもろって、じゃあね、早速、やっていきたいと思います。おいしょ。よし。いけ。よし。まず最速で倒す。来た4匹。ナイス4匹。俺もちょっと倒していきたいと思う。はやぶさ切りとかの方がいいかな。なかなかちょっと、あんまり倒してくれない。思ったよりも倒してくれない。よし、いいぞ。俺1体倒した。よし、オッケー。これで経験値なんぼだ、これ。
11万もらった。11万結構いいんじゃないこれ。11万はなかなかだぞ。またハグレメタル4匹来たよ。したら俺はまあ端っこあたりからちょっとやっていこうか。おいしょ。いい、ナイスナイス。キラパン、キラパンさすが。さすがにキラパン早い。いいぞ。このまま頑張ってやってくれ。頼む。よし。いい感じ。舞踏家いいですね。素晴らしい。もうこれ全員メタルウィングとか持ってね、やってもいいんじゃないかっていうことで考えたんだけども、まあそれだとどうなんだろう。まあ確実に二角はいけるんですけどもね。あ、いや、無理か。二角は無理か。よし、ナイス。3体の月もあるし、4体の月もあるし、2体の月もあるから、結構経験値と、あ、で、こう。で、こう。倒したらこう。倒したら出る。はい、これで OK。で、これを繰り返すだけなんですけども、ちょっと今ね、ちょっと初めてやったんで、ごたついちゃいましたね。よし、連続でね。で、ここまでだって1分しかかかってないっていうね。だってこれ、結構いけんじゃね？だって今ので30万経験値だよね。これだって15回ぐらい繰り返したらさ、だって450万とか経験値いくわけよ。そう考えると、まあ割と悪くないような気がする。てかこれボス部屋に行かないだけでこんなに時間的に余裕があるんですね。これちょっとびっくりしたわ。で、あとはちょっと足が遅いんで、移動速度の足とかあるかなと思ったんだけどないな。ちょっと残念。はい、というわけでね、2周目やっていきたいと思います。ハグメタ、あ、いますね。ちょっと2枚しか入れてないかと思った。よし。最速で、あー2体か。2体の隙も当然あるよな。てかめちゃめちゃ食いつくやん、これ。よし、ちょっとみんな頼む。よし、ナイス。はい、ナイス。あと、キラパンが、やれよ。よし、堪能、よいしょ。ありがとうございます。2体だとね、結構経験値少ねえわ。これ5万経験値しかもらえなかった。よしよし、4体出た、4体出た。いいよ、4体いいよ。ガンガン行こうぜ。うわ、クソ、会心出ない、マジで。おいしょ、頼む。会心出てくれ。でもいい感じですね。舞踏家が割と会心出してくれる。問題は、キラーパンサーが全く会心を出してくれないということ。いや、ま、いや、ちょ、ま、期待外れすぎるだろ、これ。よし。ありがとうございます。4体倒したら、ま、11万も手に入る。1体だけ？こんなことある？ちょ、待って、1体しか出てこねえんだけど。ふざけんな、マジで。よし、オッケー。そしたら、はい、こっから魔法の鍵で出るだけ。オッケー。もう慣れたもんですよ。そしたらね、もう最速で行きますんで、ありがとうございます。いやー、ちょっと移動速度の足欲しかったね。ちょっとここ歩き多いんで、その辺でだいぶ差がついてくるかもしれんな。もうだいぶ慣れても、めちゃめちゃ早いわ。めちゃめちゃ早い。もう入れる最強、これ。よし、左十字キー長押し、マジでおすすめです。はい、そういうわけで3周目やっていきたいと思います。ちなみに、自分のドラゴンクエスト10で、まあ、10というか、ドラゴンクエストで一番好きなモンスターが、はぐれメタルなんで、なので、たくさんね、こうやって、コインで無理やり召喚されたはぐれメタル、ひたすら倒していくと、なんかちょっと、かわいそうな気もするし、あえて嬉しいような気もするし、すごく複雑な気分となってまいります。おれ、よいしょ。好きすぎるがあまりはぐれメタルを殺し続ける、まさにメンヘラチックな感じになっていますけど、ちょ、ま、逃げんな逃げんな、マジやめろ、逃げんな逃げたあいつだけは許さん。いつかやる。まあ、ここまで3周したけど、まだ5分しか経ってないですね。元気玉の時間的には。まあ、なので、1周あたり、まあまあ、平均して30万と見ましょうか。30万は頑張って経験値もらえるとして、今90万をだって5分で手に入れたわけですからね。だってこれ単純にね、残りの時間でね、まあ6倍したらさ、だって1周あたり90万でしょ？そうなると、654、540万経験値っすよ。まあ多分、まあいろいろ1匹の時とかもあるんで、500万ぐらいもらえんじゃない？これ。結構すごくない？そう考えると。もう割と実用的っすよね。だって誰にも邪魔されずにさ、ね、例えば、エンペラーレグホンとかやるんだったら、なんかこう、まずはサポートの準備とか結構あるじゃん。で、その他にもね、人が来たからどっか行かなきゃいけないとか、まあ、もしくは、そもそも場所が遠かったりとか、まあ、そういうことで、割とね、苦労することって多いんですよね。ところが、これが結構実用的な範囲でできるんであれば、まあ、最近だとハグレメタルのコインなんて1枚あたり5000ゴールドぐらいなんで、そう考えると、まあまあまあ、割と実用的っすよね。ちょっと逃げんな、逃げんな、逃げんな、あいつ逃げんな。よし、いいぞ。よし、1匹残らず片付けろ。よし。何人たりとも逃がすな。そっからまた争いが始まるんだ。もうこういうのはね、きっちりと終わらしておく必要がある。てか、1匹しか出てこねえ。てめえさっき逃げた一匹がこれ。よし、倒して。で、そしたらすぐ出る。時間との勝負。一周目とかちょっとごたついちゃったんで、あれがちょっと時間ロスしてる気がするんだよな。お、よし。今回当たりのマップですね。
まあ、これは近いんでいいですよね。この捧げる場所までが。まあ、だいたい1周2分ぐらいって考えれば、おおよそ15周なんで、1周4枚、あ、3枚か、3枚使うとして、そうするとまあ、だいたいコインは、まあ、45枚。まあ、多くて50枚持っておけば間違いないなって話ですね。まあ、50枚って考えると、今のはぐれメタルの相場だと、まあ、5000ゴールドなんで、まあ、25万ゴールドぐらい。まあ、高く見積もっても30万ゴールドぐらいで、まあ、このレベル上げができるという感じ。てかさっきからちょっと出が悪いな。ちょ、1体とか2体しか出てこねえ。ちょ、こうなってくると、玉級に大きく影響するんで、ちょ、ふざけんな、マジで。ちょ、待って、500万とかいかないと、実用的とはいえ、いや、待て、いける。なぜなら、これ初心者でも安定してできるレベル上げだから、大丈夫。どっちの方向に転んだとしても、この動画は絶対に残すべきだと俺は思う。いや、マジで何回も思うけど、ちょっと今回移動速度つけてくればよかったわ。本当にそこ残念っすね。また会いに来たよ、ハグちゃん。また行った。大体はふざけ、怯えたか？ビビってんのか俺。ビビってるやついる？いねえよな。よし。おい、お前ら、ハグちゃん、おい、ハグちゃん、お前ビビってんの？ビビってんの？おい、4人で来いよ、4人でよ。ああ、よし、3人か。よし、1匹はな、ちょ、ビビったな。よし。よし、その勇気に免じて苦しまないように殺してやろうかと思ったけど、ちょっと、あれだな。苦しい思いをさせてる。お前はビビってないよな。ちょ、やめろ。一体はやめてくれ。一体だけはやめて。もう、はいはい。次。はいはい、次。まあ、割とテキパキやれば、結構、周回できるかもな。ちなみにこれ、疑問に思った人いると思うんですよ。いや、パーティー組んでやっちゃダメなのっていう。いや、パーティー組んでもできないことはないけど、ただ問題は、パーティーを組んだ状態で、魔法の鍵で外に出ると、なんと10分間のペナルティーがあるっていう。まあ、そういう規制があるので、まあ、パーティーだとできないことはないが、まあ、実質できないような、まあ、そんな感じになります。で、あとあれだな、ちょっと猫ひげつけようぜ、これ。猫ひげつけて、セーラスソードで、よし。ちょっと今ので10秒ぐらいロスった気がするけど、まあ、どんまい。さあ、次のハグちゃんは、ちょっと4体出てきてほしいな。てか、久しぶりに4体見たいな。あ、そういうこと、そういうこと。ありがとう。じゃあ、苦しまねえように殺してやんよ。ふぅ！やったれ！よし、オッケー。おい、また4匹ありがとうございます。やばい！不意をついてない。不意をついてないから、さっさと倒せ。さっさと倒せ、お前ら。頑張れ！やれ！一匹も逃がすな。一匹も逃がすんじゃねえ。いや、逃げるぞ、そいつ。危ない！よし。これ、猫ひげとか大事かもしれん。マジで。いや、一体、ふざけんなよ、マジで。終わり良ければ全て良しとかいう言葉があるが、逆を返せば終わりが悪かったら全部ダメなんだよな。ちょ、ふざけんなマジで。俺の時間を返せ。まあ、ここまで結構やってきて、ハグメタコインもう20何枚か使いましたね。21枚かな？ということはもう7周やってるわけになりますね。そう考えると、まあ、結構いけるな。まあ、やってて思ったのが割と殲滅力が足りてないっていうこと。まあ、メタキンとかだったらね、ガグッとこう一瞬で倒せるかもしんないけど、ハグメタの場合、最大で4匹出てくるんで、まあ、結構取り逃がすこともあったりするんで、まあ、その辺がちょっとネックですね。まあ、残念、2体ですね。もう終わってるわ、本当に。頼む、4体出て。いや、3体。いや、もういいよ。2、3と来てるからね。2、3と次は4体でしょ、これ。よし、オッケー。おい、そこのハグちゃん。ハグちゃん、ちょっと俺のために4体出てきてほしい。4体。なんで最後一体なんで？俺、ちょっと恨みを込めた一撃。よしないさ。これ今回メタキンのコインでやってね、発見した人がいるわけですけども、これ前からできてたって考えると、これ結構やばくない？これもしかしたら450万とか玉球出たらさ、いや結構だってキリンジ時代からだってできたわけですからね。そう考えると、あ、まあでもハグメタをわざわざ買うかと言われたら、まあちょっと微妙なラインでもあったけど、当時12000ゴールドぐらいしたから、まあそういう意味ではあれだったかもしれないけど、まあ、ただ、結構革命的やったと思うわ。ちょっと久しぶりに4体見たい。なんで1体なんだよ、マジで。毎回1体マジでやん。ちょっと萎えるわ、本当に。よし。なんか最初の1周目こそ4体とか結構出てきてくれたけど、なんか1体多いっすね。急に調子悪くなってきた。なんかないかな、ちょっと。また1体だよ、これ。舐めてんな、おい。一周で6万経験値しか手に入んねえよ。もうすでにもう玉級俺予想するわ。玉級ね、420万。これどう？結構いい線だと思うんだけど。皆さんもね、ちょっと予想して動画最後まで見てくださいね。お願いします。ありがとうございます。しかも食いついてる。おれい。うえー。おい、よいしょ。やったれ。やったれ、お前ら。おら、じゃいし。えい、デュクシ。はい、ちょ、頑張れ。よし、デュクシ。
よし。あ、なんか落とした。チームだ、いらねえ。頼む、お願いします。2体か、まあいいよ。1体よかマシや。1体は見とうない。1体だけは見とうないんやわ、もうわしは。よーし、4体ありがとうございます。しかも食いついちゃったー。うー、ボキが会いに来たよ。ハグちゃん。あ、ボキの早ぶら切りを受けてくれよ。よいしょ。あ、ありがとうございます。あ、キラパンさんありがとうございます。はい、というわけで残り14分になりました。半分切りましたね。うん、まあ、なんか、やっぱ魔法の迷宮周回って、これ多分20分ぐらいは実際かかってるんですよね。まあ、というのも、エリア移動の時間が、なんか含まれたり含まれなかったりとか結構あるんで、まあ、実際にはその玉級的にはまだ16分しか経ってないけど、実際の時間は多分20分ぐらい経ってると思うんで、まあ、実際測ってないんでわかんないですけどね。まあ、そんなこんなでね、まあ、たくさん勝っていきたいと思うんですけども、ふざけんなマジで一体。これ、安西さんの嫌がらせだろガチで。また一体一体だよ。もう最後までカットしたろうとか思ったのに、こうも一体来られると、ちょっとなかなかカットしにくいんですけども。よしよし、はい、挽回したな。まあ、言うてもな。言うても、だって平均すると、残りね、まあ毎回2体になるわけだけども、許せんマジで。はい、というわけで、まあ泣きながらね、こんな感じに勝っていきたいと思います。はい、というわけで、まあ、あれからしばらく経ちまして、元気玉が切れました。まあ、最後の最後ね、ちょっと撮ってたんですけども、ちょっとマイクの方がオンになってなかったということで、まあ、最後の戦闘撮れなかったんですけども、まあ、今回ね、じゃあどれぐらいになったのか、早速ね、エンディングの方で、玉級見ていきたいと思います。はい、というわけで、早速ね、玉級の方を見ていきましょう。まあ、個人的にはね、まだ自分見てないんですけど、420万ぐらいかなって感じはしています。まあ、実際どうでしょうか？こちら、3384082経験値ということで、いや、なんかちょっと思ってたのと違う。いや、ちょっと400万行きたかったっすね。まあ、330万か。まあ、こんだけやって。まあ、でも、まあ、いいところもある。まず、初心者が開幕にできてしまうレベル上げということ。まあ、その点ではまあ、悪くはないかなって思いますね。値段的にも今だったらね、25万ぐらい払えば全然できるようになるわけですし。ハグメタコインに関しては今回54枚使いました。まあ、なかなか使ったんすけど、1枚5000ゴールドってことを考えると、まあ、なかなかリーズナブルではあるかなって感じはしますね。まあ、初心者のうちっていうのはやっぱメタ金とかそれぐらいしか最初って効率のいいレベル上げないわけじゃないですか。っていうかこのやり方であればメタ金を持ち寄ったと同等ぐらいのレベル上げができますんで、あれ？ちょっと待って、いよいよこれメタ金とか買う必要なくねえか。え、だって一人ね6枚持ち寄って、でそれでやるとメタ金ってだいたい360万経験値なんですよ。でそれをじゃあ買おうとするといくらかっていうと、まあ、1枚あたり、まあ、今だったら7万ゴールドぐらいがいいところとして 7×24 で168、まあおよそ、まあ、160、まあ、150万ぐらいは出さないとメタ金って買えないわけですよ。それでようやく玉級的にはね360万。ところが今回はだって一人でやって、しかもお金的には25万しかかからずに気軽に行けて、だって玉級330万ですからね。そう考えるともうメタ金とかやる意味なくね。メタ金買うんだったらハグメタ買いますってなるし、まあ最後の方とか結構4体出てきてくれたんで、まあちょっと上振れはあったのかなって気はするんですけども、まあ中間のね一体湧きがとんでもなく多かったんで、まあ多分平均的な数字は出したのかなって感じはするし、最近ではフィールド狩りではメタ金なんか完全にオワコンだし、あれちょっと待って、いやガチめにメタ金もうオワコンやん。はい、というわけでメタ金をまたねちょっとオワコンに追い込んでしまいました。というわけで今回の動画ためになったら高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。それでは皆さんまた会いましょう。さよなら。